平安時代の御討ち藤原の際は、遥かな時を超えて新道光の心によみがえった。神の一手を極めるために。君は？俺はチラッと覗いただけなんだけど、でもさ、あんなの初めてだったよ。俺より小さいやつなんかもいてさ、みんな真剣なんだよ。ちょっと感動だよ。感動？君は真剣になったことがないの？え？真剣？手を見せてくれないか。手？特に爪がすり減っているわけでもない。ご石にいつも触れている手とは到底思えない。何なんだよ。あ、ごめん。君はプロになるの？プロ？俺がプロ？そんなの考えたことねえよ。トウヤ、プロになるつもりなのか？なるよ。え？そうか、トウヤはプロを目指してるのか。囲碁のプロって儲かるのか？タイトル戦の賞金なら名人戦で3600万で、棋聖戦が4200万。おいおい、タイトル戦っていくつあるんだよ。全部勝ったりすると。全部で8冠、賞金総額は1億8000万くらいさ。1億？うサイ、お前の腕なら名人戦くらいちょろいだろ。お金のために碁を打つなんて。まあちょっとだけさ。ちょっとだっけ？いや、ちょっとプロになってちょこちょこっとタイトルの一つや二つ取るのも悪くないかなって。ちょっとプロになってちょこちょこっとタイトルの一つ二つ取る。ふざけるな！その言葉、プロの人全てを侮辱する言葉だぞ！俺？君が碁打ちのはずがない。碁を打ってきた者が、そんな暴言を吐く者か！ちょっとプロになる。騎士の高みを知っているのか？忍耐、努力、辛酸、苦渋、果ては絶望まで乗り越えてなお、その高みに届かなかった者さえいるんだぞ！父の傍らでそんな騎士たちを見てきた。それを君は。僕もそれを覚悟で努力してきた。小さい頃から毎日毎日何時間も碁を打ってきた。どんなに苦しくても打ってきたんだ。なぜ僕がこんな奴に負けたんだろう。
今から一曲歌ないか。え？僕はプロになる。いずれなる。君が苦もなくプロになり、あっさりタイトルを取るというのなら、こんなところで僕に負けては話になるまい。今から僕と歌おう。サイ、どうする？いいでしょう。そう、僕とて神の一手を極めようという志に生きるのならば、こんなところで負けるわけにはいかない。進藤ひかるは確かに初心者ではない。侮れない。ただ妙に古い定石を打つ。周作のコスミもそうだ。あの手は込みのない時代だから講師とされたんだ。そこだ、そこに彼を突き崩す隙がある。こいつ怒っちゃって。まあ冗談だぜ、通じるだろ普通。冗談？本当に冗談？ああもうどいつもこいつも冗談の通じないやつばかりだ。大体な、この前の対局だってたった二目差の勝ちじゃん。それにさ、小学生相手にその程度のお前があっさりプロになってパパッとタイトルを取れるなんて全然思ってねえよ。ヒカル、この前の対局私本気じゃありませんよ。あ？あれは指導語です。指導語？指導語というのは相手を正しい筋へ導いてやるのが目的です。指導者は勝ちにこだわった無茶な打ち方はしません。ふん、じゃあとりあえずこいつよりは強いんだ。つっても俺と同じただの小学生だからな。サイの方が強くて当たり前か。今何と言いました、ヒカル？ん？彼はただの小学生ではありませんよ。未熟ながらも輝くような一手を放ってくるのです。彼の一手一手に私自身が覚醒していくのを感じます。この子が成長したら獅子に化けるか竜に化けるか。そして今その彼が牙を剥いている。ああ奥が空いてるとこ借りるよ。アキラ君、君は。こんちゃ。あの子、そうだ、あの時の。あの子か。アキラ君に借りてみよう。そうだ、あの子だよ。あ、ちょっと。あ、どうぞ。あ、うん。はあ、こいつ平気でギャラリー背負ってるよ。互い戦でいいよね。互い戦って白にコミがつくやつ？僕が握ろう。当たった、偶数だ。俺が黒だな。コミは五目半。うん、お願いします。あ、うん、よろしく。サイ、17の4、右上隅小目。17の4と。さて、どうしたものか。このすがすがしい目をした将来有望な子供、しかし今私に牙を剥いている。紙一重の差でその牙をひらりとかわし、よしよしと頭を撫でてやるのがよいか、それとも、言ってみに3分も使ってる。お星ですか。16の17。16の17。また星ですか。周作の時代には考えられなかった手です。この140年の間にいろいろ研究されたのでしょう。しかし五目半の負担、この子相手ならいざ知らず、力が対等の者が相手となれば随分厳しい負担となる。もっと一手の働きを追求していかなくては。15の3、最善の一手の追求、なんという喜びであろう。
なんだよこいつ、マジで怒ってんのか。次の一手、ここでコスむのは確かにぬるいかもしれない。するとハサミの方が足が速いか。私のコスメ手を待っているのか。ならばそれもよかろう。15の16、コスミ。さ、来るがよい。中央市です。彼は自分の負けを宣言したのです。え、だってこの前の対局のまだ半分くらいしか打ってないんだぜ。どうや、お前すげえよ。お前の真剣さって怖いくらいだぜ。一手ごとにお前の気迫が俺にぶつかってきてさ。全国大会のあいつらもすごかったけど、本当みんな真剣で聞いちゃいない、聞いちゃいないんだ俺の言葉なんか。俺帰るよ。じゃあな。お父さん、お父さん、お父さん、僕囲碁の才能あるかな。囲碁の才能か。それがお前にあるかどうかは私には分からんが、そんなものなんかなくてもお前はもっとすごい才能を二つ持っている。一つは誰よりも努力を惜しまない才能、もう一つは限りなく囲碁を愛する才能だ。お父さん、僕は今までお父さんの言葉を誇りにまっすぐに歩いてきました。でも今何か見えない壁が僕の前にあるんです。見えない大きな壁が。なんて勝ち方したんだよ。
上手に二目差で勝つんじゃなかったのか。なあおいさい、あの子供、人たちで首と胴を切り離すしかなかった。頭を撫でる余裕など彼は与えてくれなかった。おい、なんだこいつ、いきなり。びっくりしたわ。君は真剣になったことがないの？真剣？で、おかしいんだ。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいて、その隣に。ってね、さっきから聞いてる？ああ、ヒカル、帰り道こっちだよ。ちょっと、また囲碁教室に行くの？今日は囲碁教室の日じゃねえよ。もう最近の光る変。トウヤ、お前の真剣さってなんだ？囲碁ってなんだ？お前もサイのように神の一手を極めようとしているのか？ヒカル、今日も碁を打ってくれるのですか？やだよ。だってここまで来て。今そんな気分じゃねえの。君、ちょっと。え、あ、いや先生、今ちょうどそこであの男の子を捕まえました。いや、あの男の子です。子供囲碁大会で1の2を即答した、あの。おお、また君か。今日アキラ君いないよ。そうか、アキラに勝ったというのも君だったのか。あれ、どこかで。あ、あの時の神の一手に一番近いトウヤの親父。君の実力が知りたい。え、座りたまえ。あ、いや、俺は。ヒカル、彼と打たせてください。本因坊秀作として存在した私に挑んできた数多の好敵手たち、この者の気迫、まさしく彼らと同じ。石を三つ置きなさい。アキラとはいつもそれで打っている。それがアキラの実力だ。この人、トウヤと同じ目をしている。きっとサイも。俺だけなんだか仲間外れ。俺が打ちたい。俺が行くぞ。五野さん、かかり。五野さんと。かっこいい。三の三、つけ。トウヤの打ち方も上手なもんだと思ったけど、この人も。アキラには2歳の時から碁を教えた。私とは毎朝打っている。腕はすでにプロ並みだ。すげえ、指先が光ってるようだ。4の4星。天の大会には出さん。あの子が子供の大会に出たら、まだ伸びる子の目を摘むことになる。あの子は別格なのだ。だからこそ、そのアキラに勝った子供がいるなど私には信じられん。3の2、下がり。指が石をつかむ。持ち替えて挟む。その指が盤上へ石を放つ。輝く指先。俺も
あんな風に撃てたら。10の16、星。俺もあんな風に、あんな風に撃てたら。今日も始まる囲碁教室だが、勇気の姿が見えないぞ。どうしたのその格好。僕、プロのがうちになるんだ。それとその格好関係ないじゃん。ところでゆかりさん、どうやったらプロになれるの？私がいる日本チームは年に1回プロになるための試験があるんだけど、合格できるのは 5,6 人かな。プロになるのって大変なんですね。そうね、でもゆうきくんも頑張ればプロになれるかもし。私も食べたい。何が東谷明だ。あんなやつ俺に負けた最低野郎だ。東谷が勝ったって。ヒカル、やめた方がいいです。あの者には勝負強さを感じる。おい小僧、あんまり調子に乗るんじゃねえぜ。